どうもこんにちは。回転寿司で、まあ、いろんなランチキ騒ぎをしている、まあ、子供たちがいるという件なんですけども、いやもう安いところには安いモラルがやっぱつきまとうなというふうには思いますね。いわゆるカウンターで職人が目の前で握ってくれる寿司ね、麻生財務大臣が行くような、まあ、1回会計30万とか40万みたいな寿司屋にはああいうの絶対来ないじゃないですか。で、考えてみたら、その高校生がね、バイト代1万とか2万持って学校帰りに友達と自分たちだけでね、友達同士でその寿司屋に行ける時代が来たっていうのは本当にいいことだと思うんですよ。もう本当に私考えられないな、すごいいい世の中が来たと思うんですけど、そのいい世の中にあぐらをかいて、それまで積み上げてきたね、企業努力や前の世代の人たちが積み上げてきた平和で豊かなその治安の良い社会っていうのをこうやって壊すやつって出てくるんですよね。私はその、自分の会社でこんなことされたらね、もう一発アウトにしてもいいかなと思いますし、その日本っていう社会の中からつまみ出してもいいレベルだと思うんですよ。で、そういった子供を育ててきた家族にも責任を負わせてもいいと思いますね。ちょっと過激かもしれませんけども、そういったどっかで見せしめを作っとかないと、次から次へと実際現れてきてると思うんですよ。数年前のそのバイトテロみたいなね、言葉が生まれるぐらいのことだったんですけど、まさにテロみたいなもんで、これをすることによって、その企業っていうのはそれまで緻密に積み上げてきたね、それこそ企業って生き残ることだけでも大変なのに、こんなバカなやつのおかげでこう全部ぶち壊されるわけじゃないですか。それはもう徹底的なダメージを与えて、もうその人権を剥奪するぐらいまでやらないとこれいけないことだと思うんですよ。そういうとね、あんまり当事者じゃない人とか、私も当事者ではないんですけども、なんかね、将来があるからとかね、なんかいろんな精神鑑定がどうとかって言い出す人がいるかもしれませんけども、でも実際に今回のお寿司屋さんの件で、株価もね100億円以上落ちてるわけですよ。100億って人間の生命に関わる金額だと思いますよ。だって100万200万の借金で首くる人がいる世の中でね、それは100億を超える金額って、例えば生涯で稼ぐ賃金が3億だか5億だとか、はっきりは分かりませんけども、仮にね3億だとして、30人分の人生とそれにまつわる人たちを地獄に叩き落とすっていうかね、その人の人生を否定するような行動を意味もなくやってるわけですよ。自分がなんかこうちょっと目立ちたいのかね、分かりませんけどもね。で、これをやったらやばいよっていう、まあそんなね、見せしめをしないといけないのも情けないんですけども、でもそういう時代に来たのかなと。通常はこんなことをしたら他の人に迷惑がかかるし、そもそもこんなことをやるような低レベルな人間に自分がなりたくないと思う、もしくはそんなこと思わずにも絶対やらないよねって発想にも上らないよねっていう風な、まあいわゆるね、言葉は使いたくないんですけども、常識的な人間でこの世の中が保たれているっていう風に、私たちはまさに常識で思い込んでるわけなんですよ。でもその常識で生きてる私たちが、常識の範囲外の人がね、こういったバカなことをすることによって、せっかく常識的に生きてる人の概念も壊されたりとか、お寿司屋さんでしたらね、回転寿司をやめるとかっていう風なことにもなってきたりとか、人っていうのはここまでひどいことはしないだろうっていう性善説において日本というのは無防備でいられるので、その無防備をね、警戒心に変えるぐらいのこの行動なわけなんですよ、今回の。でもこれ発想があるだけでやらない人もいるってことを考えたら、ヒヤリハットの法則じゃないですけど、まだまだいると思うんですよね。まあ、ですので、徹底的にそういったヒヤリハットの潜在的な悪意を撲滅するためにも、もう徹底的に排除しないといけない。もうそれこそね、もう入店を断るぐらいのことってのはできないと思いますけども、だったら、危ないことをしたらとんでもない目に遭わせるよって、それ一族もろともそうだよみたいなことで、再起不能にしないといけないかと思いますよ、やっぱり。というのはこれなんで言うかっていうと、コツコツと真面目に生きてる人のためなんですよ。で、こういった、なんだろう、人に迷惑をかけてもね、自分が面白ければいいっていう人間っていうのは、もうそもそも社会に生きるべきではないと思いますよね。まあそれがね、なんかこう、他に事情はあるかもしれませんけども、事情はあるにしても、じゃあわざわざお寿司屋さんに出かけて行ってやることじゃないよねってことなんですよ。それは自分の家でやってくださいって話なんで、そのぐらいのことじゃないですかね。だからこれはね、非常にやばいことをしたってこととかを当事者じゃない人にも知らしめて、これはやりすぎだろうっていうふうに思わせるぐらいをしないと、軽い気持ちでやっちゃったって人は後を絶たないんじゃないかなと思いますよね。ほら、電車にね、電車の線路に置き石をして電車が脱線したらどんなことになるでしょうかっていうのの、やっぱ現代版ですよ、これは。これが一番いい例えじゃないですかね。
だから電車に石を置いたりとかってわざわざ出かけていってしないですよね、うん、人の幸せを壊す行為でしょ、うん、でお寿司屋さんも余計な作業が増えたりとか業務連絡が増えたりとかこれから起きもしないだろうと思ったことにやっぱこう備えないといけないですよ。これはね寿司屋さんだけじゃなくて外食とかビュッフェとかそれからパン屋さんとかねパン屋さんなんてこう並んでるパンをこうやってトングで掴んでいくわけでしょ。そしたらそんなところでもこんなの起きるんじゃないかなと思ったら怖くて商売なんてできないですよ。すごい相当なリスクを負って商売ってやってるのにそんなの嘲笑うかのようにね無軌道に今日はあっちの店今日はこっちの店っていうふうにやるわけでしょ。それは軽症で済ましてはいけないですね。一族もろともですよ。こういうのは一族もろとも三神党までなんかにねいやそのぐらいのことをしないとダメでしょうと思うんですけどね。だからこのねくどくど言いますけど常識っていう枠組みの中に収まっていかないとやっぱこう信頼関係で保てないですよね。店を出す時にこんなやつが来るかもしれないなと思ったら出店やめようかって話になるじゃないか。そしたら多くの真面目に消費者を自分たちの収入の中で切り詰めてやる人っていうのがひどい目に遭うわけですよ。サービスが適正に受けられなかったりとか余計な手間がかかったりとかなんか余計な疑いをかけられたりとかね、あの何ですかね、テーマパークとかに入っていくときにリュックの中身をちょっとチェックお願いしますとかあると思うんですけど、あれだってそもそもテーマパークに行くときに自分の個人的に食べるものや飲むものをね数百円安くしたいからっていう理由で持ち込もうとする人がいるからじゃないですか。それはテーマパークの例えば事情を考えたらここもちゃんと利益を上げていかないと次に来たい時に来れないよねとか入場料が上がっちゃうよねってことを、まあ、そのぐらいのことを考える人が集まるところだと思うんですよね。それから自分だけは隠してなんかね、数百円でも助かろうって思う人がいるから結局コストを割いて荷物チェックしますみたいな人が現れて入園料高くなるわけじゃないですか。だからそういうふうな想像力ね別に想像豊かじゃない人でも考えうると思うんで、自分だけなんかね損をしないようにしようと思ったらみんなで損をする社会ができるってことやっぱこういろんな場面で感じないといけないかなと思うような事件でございました。隠居のなんか隠居のぼやきです。